私は今朝早く松山を出発しここ野村町を目指しましたこれ野村へと入っていく道なんですが信号機が点灯していませんもうこの辺り電気がまだ停電しているものと見られます普段なら1時間半程度のところ2時間半かけて野村に到着やってきたのは相撲の町野村を象徴するおとい会館です このもう二階のこの本当に最前列の席はもう座面が水に浸かれにっ,て、ねはい、ってます。館、はい、<あ>内を案内してくれたのは富本武雄館長。ああメインのアリーナには土砂が流れ込み泥だらけ。下の水もあるんですがこの上の事務所環境は外からのえっと外ですね町の中の砂糖分があったんですが。 そこ一メーター六十五高さがちょっと小柄な人ぐらいの水高さぐらいの高ったということです、ねはいはいはい。これこの使ってたんです。これは大体何時ごろに撮られた分ですか。えっとこれはですね六、うん、時前後ですね。<ー>はい、朝の六時前後、ね。はい、そうですね。はい、富本艦長が手にしたカメラには水害が発生したまさにその時の画像が記録されていました。これはこの使ってたんです。それは。 今回の肱川の反乱が想像をはるかに超えたレベルだったことを物語る写真でした。さらに館内を案内していただくと。館内にある住民たちの癒しの場、かろと温泉。見るも無残な状態となっていました。 こういう状態になるとは、はい、もう思いませんでした。こういうことなっとるいうこと自体を、はい、想像してなかったんで、はい、すごいですね。水の力は怖いです。はい。失礼します。そして、ああ、これはお都い会館の土俵です、ね。そうですね。はい、本土俵です。お都い会館のシンボル。 これをもう完全にま,いました新たにやりたい施設のオープン以来13年間、開館とともに歩んできた富本館長。自身の体の一部をもぎ取られるような思いだといいます。うですからも 私も定年まで、いうかも、ここの、あと三年なんですよ。まあ学、とにかく。残念というしかない。もういいぐらいですね。紹介した以外にも、富本館長はこんなことも話してくださいました。水の力もすごいけど、人の力もすごい。 今日、お問い会館は職員の皆さんや有志の方々の手で泥を取り除く作業が行われ、ほんの少しずつですが、えー、本来の本来の床の部分が徐々にではありますが広がってきました。果てしない復興への道のりは小さい一歩ですが、今歩み始めています。以上、溝の水害に見舞われた野村町からお伝えしました。